皆さんこんにちは。今回はことわざクイズです。括弧の中に入る言葉を答えてください。各問題の制限時間は20秒です。ことわざの意味も考えてくださいね。それでは早速始めましょう。1問目です。括弧に当てはまる言葉は何でしょう。終了です。答え合わせです。正解は鱗でした。目から鱗が落ちるですね。これはよく耳にしたことのあることわざですね。この意味はあることをきっかけに今までわからなかったことが急に理解できるようになることです。鱗で目が塞がれていたような感じがしていたように、その鱗が落ちて急によく見えるようになったことから由来していますよ。よく使うことわざでしたね。2問目です。括弧に当てはまる言葉は何でしょう。終了です。答え合わせです。正解は苦でした。楽あれば苦ありということわざです。これもよく聞きませんか。このことわざの意味は楽しいことがあるとその後に必ず苦しいことがあるという教えです。人生は楽しいことも苦しいこともずっとは続きませんよね。今苦労をしている人でもその苦労はずっと続くわけではないので、未来を信じて乗り越えていきましょうね。3問目です。括弧に当てはまる言葉は何でしょう。終了です。答え合わせです。正解は火でした。火に油を注ぐですね。この意味は勢いの激しいものがさらに勢いづくことの例えです。騒ぎを一層大きくしてしまうなど、その結果を望ましくないものとして使いますね。私もそんな経験をしたことがあります。4問目です。括弧に当てはまる言葉は何でしょう。終了です。答え合わせです。正解は戦でした。腹が減っては戦ができぬということわざです。これもよく耳にしたことがあるのではないでしょうか。これは何事も腹が減っていてはいい働きはできないという例えですよ。物事に取り組むときはまず腹ごしらえをしてエネルギーを補給するべきですね。それでは次に行きましょう。5問目です。括弧に当てはまる言葉は何でしょう。終了です。答え合わせです。
正解は魚でした。逃した魚は大きいということわざです。このことわざを知っていますか？この意味は、一度手に入れかけて失ったものは実際よりも大きく素晴らしく見えるものだということです。釣り落とした魚が極めて大きく見えることから由来していますよ。優秀な人を逃してしまった時などに使ったりしますね。6問目です。括弧に当てはまる言葉は何でしょう？終了です。答え合わせです。正解は蜂でした。蜂の巣をつついたようということわざです。このことわざは、大勢の人が一斉に騒ぎ出して手がつけられない状態の例えですよ。一つの噂が瞬く間に広がってしまうときは、蜂の巣をつついたような騒ぎになって大変ですよね。ことわざの意味もうまく考えられていますか？7問目です。括弧に当てはまる言葉は何でしょう？終了です。答え合わせです。正解は魚でした。水を得た魚ということわざです。この意味は、自分にふさわしい場所や得意の分野を得て生き生きとしている様子の例えですよ。魚は水がないと生きていけませんよね。8問目です。括弧に当てはまる言葉は何でしょう？終了です。答え合わせです。正解は運でした。勝負は時の運ということわざです。この意味は、勝負に運はつきものだから、必ずしも実力通りに決まるとは限らないということです。弱いものでも形勢逆転を取る時もありますよね。それでは次に行きましょう。9問目です。括弧に当てはまる言葉は何でしょう？終了です。答え合わせです。正解は隅でした。重箱の隅をつつくということわざです。この意味は、どうでもいいような細かいことばかりを取り上げて口うるさく言うことの例えですよ。重箱の四隅に残った細かいものまで爪楊枝でつついて食べることから、余計なことばかりに神経を使う人のことを言いますよ。この意味を知っていましたか？それでは最後の問題です。括弧に当てはまる言葉は何でしょう？終了です。答え合わせです。
正解は金でした。金は天下の回り物ということわざです。この意味はお金は一箇所にとどまるものではなく常に人から人へ回っているものだから今はお金がない人のところにもいつかは回ってくるという励ましですよ。貧富の差が激しかった時代に自暴自棄にならずいつかはお金が手元に入るものだからそれまで頑張って仕事をしようという教えから金は天下の回り物ということわざが広まりました。正解することができましたか？ご視聴ありがとうございました。知の種のホームページでは動画で配信した問題を脳トレプリントとして無料でダウンロードできますのでぜひご活用くださいね。